春になると、可愛らしい小花をたくさん咲かせる忘れな草。花色も淡い青の他に、白やピンクなど、様々で、5枚の花びらを持ち、6から9ミリメートルの小さい花を咲かせます。可憐な淡い色の花を咲かせる忘れな草を好きだという人は少なくないはず。花を見たことがないという人も、儚げなストーリーを感じさせる名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。花は、淡い青花の中心に、黄色や白の斑紋が入るタイプが一般的ですが、最近は、ピンクや白の花色も登場しています。和名の忘れな草は、厳密には新忘れな草を指しますが、現在では、忘れな草属の草花の総称として呼ばれることがほとんどです。現在は、野原忘れな草と蝦夷紫、また、この2つの種の交配で生まれた品種が、忘れな草として18種類ほどが流通しています。忘れな草は、紫か忘れな草色の種の総称で、ヨーロッパが原産です。北半球の温帯地帯から亜寒帯、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、オセアニアに約50種分布しています。忘れな草の歴史は古く、ヨーロッパでは、昔から薬として重宝されていました。咳止め、巨炭薬でシロップとして利用されていたそうです。しかし、ピロリ人アルカロイドが含まれていて、肝障害、発がん性が言われているので使わなくなってきたのでしょう。日本では、野原忘れな草が明治時代に輸入されたのが始まりです。ですが、日本にも、北海道から長野地方にかけて、蝦夷紫という忘れな草が自生しています。忘れな草は、原産地では多年草ですが、耐寒性で暑さには弱く、寒冷地を除き、花後に枯れるので、日本では、秋巻の一年生植物との位置づけとなっています。夏季は、3から5月で、春から、初夏に、可愛い花を咲かせます。日本でも、本州中部以北の高原の湿地に、蝦夷紫という野生種が自生していますが、蝦夷紫は、水辺に咲く植物で、湿り気のある土壌を好み、水切れを起こすと傷みます。花色は、青に、黄色、または白色の芽が入ります。秋、または春に流通する苗を入手する際は、根の回りきっていないできるだけ、若い苗を選ぶと、庭やコンテナに植え付けた後、旺盛に生育します。葉が茶色くなったり、葉がピンとしていない株は、転倒などで水切れを起こした可能性があるので避けましょう。こぼれ種でもよく増えるので、一度植えると何年も楽しむことができます。花が少ない位置から、3月頃にも花が楽しめるので、早春の庭を華やかに彩ってくれます。ガーデニングの経験があまりない人でも手軽に楽しめる忘れな草を、ぜひ育ててみてください。切り花、花束としても人気が高く、忘れな草の花は、淡いブルーでとても愛らしいのですが、大きな花、強い色彩の花と合わせると良さが引き立ちません。忘れな草の良さは、たくさんの花が集まってこそ、それなりの花数を揃え、小花が群れ咲いている風情を出すのがおすすめです。装飾として、あまり主張がない葉物と合わせてもいいですが、いっそ、忘れな草だけの小さなブーケにするのも、花の素朴さが出て愛らしいです。忘れな草にちなんだ、お話として有名なものは、昔、ドイツにルドルフという若い騎士と、その恋人ベルタという女性がいました。二人は深く愛し合っていました。ある日ドナウ川の湖畔を散策していた二人は、岸辺に咲く美しい花を見つけました。ルドルフは、ベルタのために、その花を摘もうとしましたが、誤って川に落ちてしまい流されてしまったのです。ルドルフは、流されながらも、最後の力を振り絞り愛するベルタへ向かって、私を忘れないで、との言葉とともに、この花を投げたのです。ルドルフは、川の流れに飲み込まれてしまいなくなってしまったのです。ベルタは、亡きルドルフのことを思い、生涯、この花を身につけたということです。このことから、忘れな草という名前が付けられました。また、ルドルフの最後の言葉である、私を忘れないで、が花言葉になったと言われています。また、ユダヤのご話で、未だ、人間が、エデンの園のアダムとイブしかいなかった時代。
神はアダムに世界中の花の名前をつけるように命令します。そしてアダムはすべての花に名前をつけ終わり、やれやれと思っていると、足元で小さな声が聞こえてきます。私の名前は？私にも名前をつけてください。アダムは足元を見ると、小さなそしてすごく可愛いブルーの花が話しかけています。アダムは、おお、こんなに綺麗な花がまだ残っていたのか。では、私は決してこの花のことを忘れないでおこう。あなたは忘れな草と名付けよう。ヨーロッパではこのように古くから愛された花なのですが、日本でもこの花にちなんだお話があります。それは現在、泣けるアニメーションで7年連続1位を獲得している A1 ピクチャーズ制作アニメ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。で、このアニメ全般にわたって、忘れな草をモチーフにしたイラスト、メンマの日記の最後にもモチーフとして出てきます。ぜひ、一度ご覧になられることをお勧めします。あらすじは、秩父の小さな町に、ジンタン、メンマ、アナル、雪圧、鶴子、ポッポの仲のいい6人の小学生がいました。彼らは、超平和バスターズという名のグループを結成して、秘密基地に集まって遊ぶ間柄でした。ですが、突然のメンマの事故死をきっかけに、彼らの間には距離が生まれてしまい、超平和バスターズは決別、それぞれ、後悔や未練や負い目を抱えつつも、中学校卒業後の現在では、疎遠な関係となってしまっていました。高校受験に失敗し、底辺高校に入学したジンタンは、引きこもり気味の生活を送っていました。そんな彼の元にある日、死んだはずのメンマが現れ、彼女から、お願いを叶えてほしいと頼まれます。メンマの姿は、ジンタン以外の人間には見えません。当初は、これを幻覚だとやり過ごそうとしましたが、その存在を無視することができず、困惑しつつも、メンマの願いを探っていくことになります。やがて、超平和バスターズの面々が、かつての秘密基地に集結、メンマを成仏させるため考えを巡らします。メンマの両親から、メンマの日記を借りた一同は、昔打ち上げ、ロケット花火を手作りしようとしたことを思い出し、メンマの願いは、手作りの花火をあげることではないかと推測します。メンマの母親の反対、法律の壁をクリアし、超平和バスターズは、メンマの前で花火を打ち上げます。だけど、メンマは成仏しませんでした。ジンタンたちは、かつて遊び場にしていた寺の境内に集まり、本当にメンマの願いを叶えたかったのかと自問自答し、それぞれがメンマへの負い目や嫉妬を告白してゆきます。一人で、うちにいたメンマは、叶えてほしかったお願いの内容を思い出しますが、体が透け始めていました。帰宅したジンタンはメンマを背負い、急いでみんなが待つ秘密基地に走りますが、着いた時、ジンタンにもメンマの姿は見えなくなっていました。山の中でメンマの名を呼び、探し回る一同。メンマは、最後の力を振り絞って、5人に手紙を書きます。手紙を読んだ5人の前に、メンマが姿を現します。ジンタンが願いを叶えてくれた礼を言うと、メンマは泣きながら、生まれ変わるからみんなとお別れすると言います。メンマ、見つけた。5人の声で、メンマはようやく成仏できました。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、最後の思い出を。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で
しくって寂しくって消えて